頭じらみ寄生症は、頭じらみ、ペディクルスヒューマノスキャピタスによる頭髪や頭皮の感染症である。頭じらみが吸血する際に頭皮をかじることにより、かゆみを引き起こすのが一般的。初めて感染した場合、感染から6週間ほどかゆみは感じられない。過去に感染経験がある場合は、症状が出るのがかなり早い。かゆみが原因で、 睡眠不足になることがあるが、一般的には深刻な病気ではない。アフリカでは頭ジらみによって他の病気をも拡散させることがあるが、ヨーロッパや北米では見られない。頭ジらみに感染している人の髪の毛と直接接触した際に感染する。この感染症の原因は衛生環境とは関係なく、犬や猫その他の動物によっては拡散しない。頭ジらみは、 人の血液だけを吸って、人の頭髪にのみ生き残ることができ、成長すると2から3ミリメートルの大きさになる。人に寄生していない場合、3日間以上の生存はできない。人に寄生する白ミはもう2種類あり、それらは、コモジラミとケジラミである。診断するには生きた白ミを見つけなければならなく、櫛を使うと見つけやすい。卵の殻だけでは診断するには不十分である。 治療は目の細かい串で髪の毛をよく解くこと、または頭髪をすべて剃ること。塗り薬のマラチオン、イベルメクチン、ジメチルポリシロキサンも効果的である。ジメチルポリシロキサンはシリコーン油であり副作用の危険が低いため優先的に使われる。ピレスロイドなどのペルメトリンは一般的によく使われるが農薬体制により効果は少なくなってきている。 代替医療による効果の確証は少ない。頭じらみラ寄生症は一般的で特に子供に見られる。ヨーロッパでは1の20%の異なるグループの人たちに感染している。アメリカでは1年に600万から1200万人もの子供たちに感染している。男の子より女の子に発症することが多い。歴史的に頭じらみ感染症は 他の危険な衣痴らみから保護する有益なものであると指摘されてきた。感染症の蔓延は感染者の差別の原因になりかねない。ありがとうございます。